第一教師局は、クロード・ドビュッシーが作曲したクラリネットとピアノのための作品、あるいはクラリネットと還元楽のための競争的作品。第一と題された意図は不明であり、第二教師局は作曲されていない。本校では、動詞の機械のために作曲されたクラリネットとピアノのための商品についても解説する。ドビュッシーは1909年に、 ガブリエル・フォーレの推薦でパリ音楽院の高等を三次会に加わり、卒業試験の審査をすることとなった。そこでドビュッシーは伝統であった試験課題の移植を受け、1910年の試験のためにこの作品が1909年12月から1910年1月にかけて書かれた。試験は1910年7月に行われ、これが私的な初演となる。公開初演は 1911年1月16日、当時音楽院のクラリネット科教授だったプロスペル・ミマールによって、独立音楽協会の演奏会において行われている。出版は1910年にデュラン社からされ、ミマールに検定されている。また1911年の夏に数ヶ月を費やして、ピアノ伴奏が還元落化されている。 こちらの初演はドビュッシーの死後の1919 19年に行われた。牧ンの午後への前奏曲などを思わせる序情と作曲時期が共通している前奏曲集の一部に似た開革が交錯する規模は大きくないが印象的な作品である。クラリネットのロマンティックな甘さがドビュッシーの個性的な語法の中で生かされており、 ドビュッシーはロシアでのこの作品の演奏に触れた書簡の中で私の書いた作品の中でも最も愛すべきものと述べている。クラリネット奏者にとっての重要なレパートリーとしてよく演奏されるが演奏は容易ではない。独奏クラリネット、フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バソン3、ホルン4、トランペット2、トライアングル、シンバル、ハープ2、 言語部編と蝶々、4、4拍子。自由な形式。テンポや、表紙の変化は多く、調整も、やや曖昧な部分を含む。演奏時間は、約8分。伴奏の描き出す、もやのかかった情景に続いて、クラリネットが2つのモチーフ、すなわち F as B の3音モチーフと、急速な半音階を奏する。これらが、全曲のいわば角となって、 変容を繰り返していく。その過程において、主題と呼べるものは、主に三つ存在する。11小節目に、ピアノの三連符の上で提示される息の長い旋律、21小節目に、蝶々、ポコモッソで提示される、上下動の多い旋律、108小節目に、四拍子で現れる、半音階を軽快に降りていく旋律である。これらが繊細な響きとともに、 様々な表情を見せる中で、クラリネットと、またドビュッシーが持つ多彩な語法が、次々と匹敵されていく。クラリネットとピアノのための、商品は、上記の第一教師曲と、おそらく同時に、初見演奏の課題曲として作曲された。出版は1910年、都庁長、補丹長。に、四拍子。中央に、柔らかくリズムをつけて、三部形式。 演奏時間は、約1分半、わずか38小節の小曲である。16分音符の普天リズムが全体を支配している。ありがとうございます。